北朝鮮の豊か警察と各実験場の廃棄行事取材をする韓国記者団は、23日、城南の空港から政府の輸送機で元山に移動する。韓国王治一部は同日、豊か警察と各実験の廃棄行事関連の韓国共同取材団は11時30分まで空港に集合し、 12時30分に政府の輸送機を利用して元山へ移動する予定と明らかにした。おサム一部のペクテヒョン報道官は定例会見でこのような内容を伝え、帰る日程は元山から再び北京へ行くことになっていると説明した。ペク報道官は、航空機の運航など全般的なことに関連しては、 米国との事前協議が10分に協議されたと強調した。